大泉駅は、三重県稲部市稲部町大泉にある、三義鉄道北税線の駅である。大泉駅新設の計画は、三義鉄道が北税線の運営継承を決定した後に、提案された。計画での過小は新大泉駅であった。なお、旧大泉東駅も過去には、大泉駅と称していた。計画当初は、駅単独の建設予定であったが、その後、 稲部町役場に隣接した地元農産物販売施設、売り棒を増床拡充の上、触れ合いの駅売り棒と名称を変更して、当駅に移転することになった。なお、当駅は大泉東駅と長久駅を統合し、両駅の中間部分に新設されたものであるが、名目上は大泉東駅を廃止し長久駅を大泉駅に、 解消の上現在地に移設したことになっている。ふれあいの駅売り棒のイベント当院12号、踏切大泉駅と旧大泉東駅を最短距離で結ぶ道路線路の東側に位置する。改札内にはトイレが設けられているが、待合室は設置されていない。現在、駅員は配置されていない。地元の産物販売施設、ふれあいの駅売り棒が隣接する。当施設の外観は、 駅舎と同一となっている。自動券売機、自動改札機、自動生産機が備えられている。普通券、回数券の購入が可能であるが、定期券の購入はできない。なお、当駅は、当院駅の遠隔監視駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。下り線から、上り西区穴方面への折り返しが可能となっており、現在シニア22時台に、 西桑名駅からの当駅折り返しの列車が1本、設定されている安全側線を有し、列車行き違い時に列車の同時進入が可能である。乗り場番号は割り当てられていない。ホームは大型の U 字ブロック上にコンクリート板を乗せた構造となっている。ホームと改札口はスロープで結ばれ、バリアフリーに対応している。停車スペース、バス停、 タクシー乗中スペース、公衆電話ボックスが設けられている。ロータリーはない。140台分の無料駐車場が設置されている。当駅の駐車場は北勢線内では最大級であり、三議鉄道の中でも暁学園前駅の180台に次ぐ規模である。また、84台分の無料駐輪場が設置されている。駐輪場は多くの利用があり、 スペースが不十分で車両が外に溢れている。駅前広場、駅舎、ホーム等の施設についてバリアフリーに対応しており、三重県が定める、三重県誰もが住みよい福祉のまちづくり推進要項、三重県バリアフリーのまちづくり推進条例の整備基準に基づいていることを示す適合証交付施設となっている。当駅区湾方の道路は大泉駅開業を受けて、 拡幅整備された。また、大泉駅開業後に、旧大泉東駅利用者の利便を図るため、大泉駅と旧大泉東駅を結ぶ道路が、北税線沿いに整備された。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。出店、三重県統計所各年度版大泉駅開業後、駅周辺に、院や商店が数件新設された。 三重県統計所三重県大泉駅終日無人化のお知らせ参議鉄道第4回日本鉄道賞の受賞者の決定について国土交通省鉄道局ありがとうございます